今回の動画は、競輪についてなんですが、結構競輪に詳しい人にじゃあ聞いてみようってなると、競輪はラインがあってとか、その地域がとか、ね、番手が、競りがとはね、いろいろ話してくれると思うんですが、そもそも、競輪全くわかんない人からすると、なんかいまいちピンと来ないというか、やっぱりね、競輪詳しいと、やっぱ競輪の世界のことを話したがって、なんかその、一般的に、いまいちスッとね、その分からない人には伝わらないんじゃないかなと思って、今回この動画を上げることにしました。じゃあ、競輪どう言ったらいいのかっていうと、まあ、一番競輪と似ているものって思ったのが、アイドルと、まあ、ほぼほぼ同じなんじゃないか。昔も、まあ、アイドル文化っていうのが結構日本独自のものだったり、まあ、競輪も日本発祥だったりとか、まあ、じゃあなんでね、その競輪とアイドルが似ているのか、同じなのかっていうところをいくつかね、ポイントを挙げていきたいと思うんですが、競輪と、まずアイドルって、今のアイドルっていうのは、もう地域性、地域に密着したアイドルっていうのが、結構主流だったりしてて、AKB48 だったら、まあ、東京にある秋葉原を中心にやってたりとか、名古屋とか、福岡とか、博多だったかな？博多48みたいななかったでしたっけ？博多だから HKT48 だったかな？あと新潟とかにもあった気がするな。なんか NGT だったかな？ 48 とか、まあその地域ごとにアイドルはいたりとか、今のアイドルのその地域性とかっていうのは特に競輪と似ているんですよね。っていうのもね、競輪もやっぱりその地区でグループになっているんですよ。要は関東だったら関東、東京、埼玉、栃木、茨城、長野とか、あと新潟も入ってるんだったかな。まあその辺のね、地域のがグループになっていたりとか、あとね、近畿、中国、中部、四国、九州とか、その地区のメンバーで結構一緒にね、まとまって走ったり。まあ、要は、競輪の場合だったら、まあ関東だから、KNT48 とか、まあ近畿だったら、KNK48 とか、まあそういうニュアンスですよね。じゃあね、その地域で似ているから何なんだっていう話なんですけど、要はその地域で競い合ってるっていうのが、まず一つなんですよね。そこは全く同じで、まあアイドルも、やっぱりその、AKB だったら、ね、他の、乃木坂46とか、他の48のアイドルグループ、いろいろいると思うんですけど、やっぱりみんなでね、競争し合って、有名になっていくみたいな、強くなっていくってことですよね。まあ、競輪の場合は、その地域でグループを組むんですけど、その地域でグループを組んで、他の地域に勝つためにグループを作って戦うんですよ。競い合うことによって、どのグループも、どの地区も、相乗効果で、どんどん強くなっていくっていうのが、アイドルだったら有名になっていくっていうのが、まず一つ目の競輪とアイドルの共通点ですよね。次に、戦い方というか、やっぱその、グループアイドルってなってくると、その、グループ内でユニットはできたりするんですよね。古きをたどると、まあ、モーニング娘。っていうアイドルグループが、まあ結構ね、平成の初期あたりだったかな、にいたんですけど、まあそのなんかモーニング娘。っていうアイドルの中から3人かき集めて、その3人をユニットとして組んで曲を出したとかっていうのがあるんですよ。プッチモニっていうユニットグループだったかな。まあこれ、まあ他にも最近でも結構やっぱりアイドルグループってなってくると、やっぱいっぱい中にね、やっぱ46とか48とか40、まあ50人近くいるから、その中で何人かをこう引き抜いて、じゃあこういうグループ立ち上げましょうみたいな。例えば、乃木坂46とかだと、なんか、誰だったかな？なんか、名前ちょっとよく思い出せないんですけど、なんか、そう、唐揚げ姉妹とかっていう、二人ね、乃木坂の中から、この人とこの人で、唐揚げ姉妹っていうのを結成しましたとか、
いろいろあるんですよね。あんまりよくわかんないんですけど。そう、アイドルそんな詳しくなくて、でもまあそういうユニットがあるっていうのはわかるんですけど、まあもちろん、まあその中にユニットっていう中じゃなくても、別にその一人だけをソロで出すとかっていうのもあるし、そう、要はそのグループの中で何人か選抜して、こう押し上げるみたいなところがね、アイドルグループのなんかよくある戦法というか、なんだろう、やっぱその一つのね、アイドルだけじゃ飽きさせないというか、その中からまた別のね、ジャンルというか、その別のコンセプトを引き立たせて、さらになんか他からね、そのまあ乃木坂46あんまり興味なかったんだけど、そのユニットができて、その曲を聴いた人が、あ、このなんかユニットのメンバーいいなって思って、え、じゃあこれこの人たち誰なんだろうって思うと、あ、乃木坂46っていうメンバーの中の人たちなんだっていうところで、乃木坂ファン以外からこう持ってくるみたいな戦略っていうんですかね、っていうのが、あの、まあ、アイドル界には結構あるんですよ。じゃあ競輪でのそのグループ内のユニットっていうのは何なのかっていうと、まあ、関東もやっぱり何県もあるじゃないですか。まあ、群馬とか山梨とか埼玉、東京とかあって、でその中から今回出るレースにはこの人が出ますよみたいな、まあその番組っていうんですけど、その構成メンバーレースのだいたいね、こうその関東とか、関東だったらこの埼玉県が2人いて、東京が1人いて、じゃあ3人で走りませんかみたいな、今回は3人でユニット組みましょうよみたいな感じですよね。で僕が先頭行くんで後ろ頼みますとか、任してくれみたいな、そういうまあやり取りがあるのかはちょっとねよくわかんないですけど、まあおそらくあるんでしょうけど、まあそういう流れがあるわけですね。そう、まあつまりこれってまあほぼほぼアイドルのね戦略戦法と重なるというか、本来だったらそう、あんまりねその地域というかその選手たちってあんまり人気がなかったとしても、まあそんなに実力はね、ちょっと構成メンバーの中ではちょっと実力不足の中でもラインを組むと、こうね、車検を購入する人がこうメンバー構成見て、あ、この人ちょっと実力ないんだけど、ただこうラインを組んでユニット組んでるからちょっとね注目されるんですよね。やっぱり普段だったら注目しない人が、あ、ここ3人で組んでるんだみたいな、それだけでやっぱユニット組むだけで注目されるんですよ、競輪っていうのも。やっぱアイドルもそうだと思うんですけど、そう、その辺の戦略っていうのがもうほぼほぼね、まあこう思うとアイドルと同じなんじゃないかっていう共通点、まあ2つ目なんですよね。ユニットの話をしたんですが、いや競輪の場合のユニット、そのグループでユニットを組む、まあ何がいいんだっていうのは、いまいち今の話だとよく分かりにくいと思うので、なぜ注目されるのかっていうところをちょっと深掘りしていきたいんですけど、例えばですね、この1番埼玉の選手で、7番のこう宮崎の選手がいるんですけど、九州ですね、九州と関東で、この2人が1対1っていうかで戦ったら、こんな感じでレース進んで最終コーナー回ってゴール手前になってくるじゃないですか。でそうなってくると7番選手はもうこの1番選手を後ろに行ってあと抜くだけで勝てちゃうですね。まあ、なんで勝てちゃうのかっていうと、まあ、単純にこう7番選手はこうね1番選手の後ろ走っていることによって、空気抵抗をね減らせるんですよね。1番選手が前に行って空気抵抗を受けて必死に走るんですけど、7番の選手は空気抵抗を受けないで体力温存して最後のゴール手前であと抜くだけで7番選手勝てちゃうんですよ。で、いやこれでラインを組むとどうなるのかっていうと、いや例えばね、こう2番栃木の選手、3番群馬の選手で、3人で要は関東のユニット組みましたよってなるじゃないですか。でそうなると7番九州の宮崎の選手は1人で、まあ、1対3になるわけですね。でレース進むとこう行くじゃないですか。で最終コーナー過ぎたあたりで7番選手はさっき同様、まあ後ろで足を溜めて一気に抜こうとするんですけど、単純にラインができているとこう、さっきは1人抜けばゴールだったのが、今度も 1,2,3 人ほど3人抜かないと
1位になれないんですよね。まあ、単純にさっきの3倍ですよね。3倍努力して抜かないといけないっていう、ちょっと大変ですよね、3倍ってなると。まああとはこうユニットを3人組んでるから、単純にこう抜き、まあ例えば7番選手すごい強い選手で、こう3人ぐらい全然最後バーって抜けちゃうよっていう選手なんですけど、この選手がこう抜かれちゃうから、じゃあどうするかっていうと、この1番選手の後ろについてる2番の栃木の選手がいて、この栃木の選手が横にね、こうコースを抜かれるようなコースを塞ぐと、で今度7番選手はもっと外行ったりとか、外行かされてコースを塞がれるんですね。まあでもそれでも抜かせちゃうよとなったら、2番選手はもう体をぶつけたりとかっていうのは、競輪ではね、まああまりね、激しいというか、あからさまにね、落車をさせるぐらいの勢いみたいなことになると反則になるんですけど、多少体を当てて減速させるとかっていうのはもう競輪の中ではもう全然やっていいことなので、ちょっと体ぶつけて減速させてこうね、ラインで上位独占しましょうよとかっていうことができるんですね。で、じゃあ外をこうね塞がれましたから、じゃあ今度はね、7番選手内から抜こうじゃないかっていう、こうゴール前で外行ったら、外からこうコース塞がれた、じゃあ今度はもう内だってなって内行くんですが、内もこの3番選手やれば内が塞がれてるんですよ。でもで、あ、もうちょっと7番選手どうしたらいいのみたいな感じになったまんまゴールしちゃって、結局関東3社でフィニッシュしたりするんですよ。で、そうすると例えばなんですけど、入着3着までが次の準決勝暴れますってなった時は、じゃあ同じ地域で次のレースまた走れるかもねみたいな感じで、また協力しようねみたいなこともできるし、やっぱりメリットが大きいんですよね。同じ地区でゴールするメリットっていうのがあるんですよ。だからこうラインを組んで強くなるっていうか、こうユニットを組んでパワーアップして、そのね地域が勝つみたいなっていうことができるんですね。だから結構ラインを組むメリットっていうのは選手たちにもあって、やっぱそういう車券を買うこっちもね、かける人、お金をねかける人からしても、こうラインっていうのは注目されるっていうのがあるんですね。まあ要はユニットを組めば、アイドルでもやっぱそういうユニットができて注目されたりとかで、ライン競輪もやっぱこうね、ラインを組めば注目される、ラインとユニットの共通点のちょっと深掘りですね、これが。でも最後になるんですが、今までのはちょっとアイドル側とか、そのアイドルのグループ側の話だったり、競輪だったら競輪選手がなんかメイン的なメインな話だったんですけど、で最後はアイドルだったらアイドルファンがいて、で競輪だったらまあ競輪ファンがいるわけですけど、でやっぱりここも同じなんですよね。やっぱり競輪ファンはその車券を買う、その選手を信じて車券を買うわけです。でやっぱその選手がしっかり1着取って、で自分がね買った人がその2着も予想して、2着もうその選手がしっかり来れば、かけたお金の払い出しが受けられるっていうメリットが、まあ競輪ですよね。まあ競輪じゃなくても他のギャンブルでもやっぱりその投資した分が返ってくるっていうところが、まあメリットの一つであって、でアイドルはどうなんだっていうと、まあやっぱアイドルも、まあ今はちょっとよくねわかんないんですけど、 AKB48 とかっていう時、総選挙ってまでやってますかね。なんか一時は結構テレビにの番組がね、まるまるその総選挙で組まれたりとかするぐらい盛り上がってた時期あったと思うんですけど、まだやってるのかな、あれ。要はね、その選手を、その選手は、そのアイドルを、トップアイドルにしたいみたいな、そう、アイドルグループの中での選挙をやるんですけど、その選挙のやり方っていうのは、確か CD を、なんだっけな、CD いっぱい買ってもらって、その CD 買うと選挙権みたいなのが入ってるんですけど、その選挙権欲しさに、すごい、みんなね、何枚も CD 買うんですよ。下手するとなんか1000枚とか、100枚は普通にね、買う人は当たり前みたいぐらい買う人がいたりして、でそれで選挙、その選挙権に投票、名前書いてこう投票するして、そのナンバーワン、そのグループのナンバーワンを決めようみたいな、
構好きなグループの中でも推しの選手がやっぱ勝つと、勝つっていうか、まあ、頂点に行くとやっぱね嬉しいじゃないですか。もうそのところはね、もうアイドルも競輪もウィンウィン、多分日本語違うというか日本語違うというかウィンウィンの意味違うかもしれないんですけど、まあウィンウィンな関係ですよね。ある意味そう、勝って嬉しい、勝って嬉しいみたいな感じですよ。まあでも気持ちはでも一緒ですよ。やっぱりこう予想してこの選手勝ってほしいんだっていう気持ちが、その購入、射程を購入する人は絶対あるし、そのアイドルにもその選手に勝ってほしいとか、まあ選挙以外とかでもその CD 買うと、その抽選グッズもね、グッズがもらえる抽選だとか握手券とかね入ってて、その握手券に応募できる抽選券が入ってて、でこの人と握手したいから抽選券いっぱいゲットして、どうしても握手券欲しいですっていう形でみんな応募して、やっぱりねその抽選券が当たったら嬉しいじゃないですか。まあ、つまりそういうことなんですね。まあ、簡単になりますが、今度ファン側の視線でも同じという、競輪もアイドルもファンは同じなんですね、気持ちがっていうところの共通点が、最後に私が挙げる共通点の一つとなります。一応以上はね、競輪とアイドルも同じとまでは言いませんが、共通点いくつか挙げてみたんですが、まあ共感できる人もいれば、なんかちょっと違くねみたいな人もねいると思うんですが、まあそれは、この動画を見て思うことっていうのはね、人それぞれ自由なので、強制でいやアイドルと競輪同じだっていうような主張を私自身が押し付けるわけの動画ではなくて、一応こういう共通点があって同じなんじゃないかっていう動画になります。今回の動画は、まあ自分もこう編集してちょっと見直しながらいろいろやってるんですけど、ぶっちゃけなんか途中私何言ってんだろうみたいなところあったりして、自分自身もちょっと共通点違うのかなとか、このなんか緑のヘルメットかぶったやつ何言ってんだろうみたいな感想をね、こう動画作りながら思ってたりもするので、やっぱりその辺ね、自由に解釈していただければと、思います。とりあえずね、今回の動画は以上になります。よろしかったらね、まあ、コメントとかしていただけるとね、この動画見た人の感想をちょっと集めて、まあ、しっかりコメント返しますので、なんか聞かせてほしいなっていうのが、私の感想になります。よかったら、チャンネル登録と高評価、まあ、先ほども言いましたがコメントの方いただけると今後の励みにもなりますので、よろしくお願いします。